はい、どうもアクルです。今回はこちらの自作4号ケージのパルダリウムなんですが、こちらに生態を導入したいと思います。はい、そしてあと水が結構溜まっちゃってるんで、その水の排水というところをしていきたいと思います。ということで、まずは一旦排水をしようと思います。排水はいつも通りここの水入れを取り出さなきゃいけないんですよね。はい、ということで排水完了しました。それと水入れが出しにくかったので、忍ぶ苔をちょっとずらしました。まあこれでまだマシにはなったのかなという感じです。はい、ということで次にこの中にイモリを導入したいと思います。そのイモリとはマダライモリを引っ越しさせます。結局マダライモリかというところなんですが、まあもうこのケージももうガタが来ちゃってて、前面のここですね、ここもだいぶグラグラしてきて剥がれそうなんですよね。まあシリコンつけたらいいんですけど、まあもうこのケージはいいかということで、マダライモリを引っ越しさせます。他にもイモリ探したんですけど、販売されてなくて、売ってるとしたら赤腹とシリケンくらいでして、はい、ということで引っ越しさせます。よいしょ、引っ越し完了です。まあこのサイズなので、このケージ内でどっか埋もれちゃうっていうことはないと思うので、いずれはもう一匹のマダライモリ、今幼体も小さいんですけど、それも大きくなったらこの中に入れたいなとは思ってます。まあまだまだ数年先かなとは思うんですが、一応穴隙間ないかも再度確認したんですが、なさそうです。あとはこの水入れに水を入れておこうと思います。一応足の取っかかりを作るために一応溶岩石入れておきます。これで登ってこれるかなということです。マダラのオスが近づいてくる。ちょっと餌あげてみようかなと思います。シェルターの上、これをトリミングすることでウィローモスのように密になって成長するのかわかんないんですけど、一応してみます。次に左側のここら辺ですね、一応ここにシェルターあるんですけど、ここの前がちょっと伸びちゃって見にくいのでトリミングします。これでここの隠れ家が見やすくなりましたね。この中もちゃんとモデリングソイルで塞いでいるので、その穴の中からさらに穴に入っていくってことはないです。あとはこのシェルターの前もちゃんとリミングして入りやすいようにしておきます。おっと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 、コルクを挟んでしまった、すまないな。けいかな、こんなもんかなと。この軒忍ぶ枯れてる。OK。はい、というわけで今回はマダライモリをこちらのケージに引っ越しさせました。体長10センチほどいってるので、まあどこに行ったかわからないっていうことはないと思います。穴もちゃんと塞いでるんでね、大丈夫だと思います。この中でしっかりともっと大きく成長してくれたら嬉しいですね。今後の成長が楽しみですね。あと徒長した苔もトリミングしたので、そこの成長もどうなっていくのかというところを見ていきたいです。はい。
というわけで今回はこれで終わります。ありがとうございました。またのご視聴をよろしくお願いします。